さあ皆さんこんばんは、パクセレンです。ここはどこかと言いますと、まあここに堂々とね駅の看板が出ているんですが、鬼に金棒、漁師に鉄砲、泣く子もたまる世界最多の乗降客層を誇るターミナル新宿です。でただいまの時刻がですね、かなり今夜遅くなっておりまして、日付がちょうど先ほど変わったばかり0時3分。お前なんでこんな時間に新宿にいるんだという感じなんですが、今日も京都でこの新宿駅から終電に乗っていきたいと思います。 JR 東日本をはじめ首都圏の鉄道各社はコロナ禍を経て最終列車の大幅な繰り上げを行っており、この時間帯だとこの0時8分発の中央総武各駅停車津田沼行き、これがお茶の水よりも東側の中央総武線各駅に向かう最終列車ということになっているんですが、今回乗っていくのはそれではなく、そのお隣ですね、こちら京王線の最終列車に今回は乗車していきます。ただ京王といってもですね、実はこの京王には2つありまして、この新宿駅を起点としている京王線と、あとそれからもう一つ別の京王線というのが存在しています。それが東映地下鉄新宿線と直通運転を行っている京王新線。今回乗車していく最終列車はこの京王新線経由で運転されます。ということでやってきました、京王新線の新宿駅。京王線新宿とは雰囲気が違いますが、東映地下鉄新宿線と共用だからですかね。東映新宿線の方は0時10分発の岩本町行きが最終列車ということで、ちょっとね大都会の地下鉄としては早いんじゃないかなと思いますが、一方京王新線明大前調布橋本方面は1番先の出発4番線から0時16分各駅停車若葉台行き、尾行のところには若葉台行き最終電車ですというふうに案内が出ていますが、今回乗るのはこれです。ということでエスカレーターを降りまして、京王新線の新宿駅4、5番線にやってきました。東映地下鉄とホームを共用しているということで、この壁がね少しレンガ調になっているのが特徴。駅の構内も少し古めかしい雰囲気が漂っています。4番線の発車案内、0時16分発各駅停車若葉台行きの案内が出ていますが、その続行の桜上水行きは当駅折り返しなので、反対側のホーム5番線からの出発ということになっています。さあやってきました、新線新宿0時16分発各駅停車若葉台行き最終電車の到着です。この若葉台行き最終はこの新線新宿が始発ではなく、直通相手の都営新宿線の起点駅本八幡から来ているものなので、千葉県からずっとですね、この若葉台っていうのは実は神奈川県の駅なんですけれども、千葉、東京、そして神奈川と1都2県をまたいで走るロングラン電車となります。さすがに最終電車ということですので、結構車内にお客さんもたくさん乗っていて、結構ね賑やかな様子が感じられました。さあ扉を閉めて時刻は0時16分各駅停車若葉台行き最終はゆっくりと新線新宿を出発をしていきます。まあ、この先桜上水まではね続行で各駅停車が運転されているので、桜上水までの各駅周辺に住んでいる人はそっち乗っても別に問題ないんですけど、ただそこから先、まあ、調布とかですね、あとそれから調布から先、この電車は京王相模原線というところに直通をしていくんですが、そっち方面に行くお客さんはもうこの電車が最終ということになっておりますので、駆け込みでこの電車に待ってもらってですね、そして乗り込むというお客さんも結構いました。やっぱ最終なんでね、もうこれ逃したら大変なことになりますから、もう新宿で止まるか、それかこの電車をタクシーで追いかけるかの2択しかありませんので ね、かなりそのあたりお客さんもシビアになってるんじゃないかと思います。コロナ前と比べて終電が全体的に繰り上がっているところが多くて、この京王も例外ではないので、多分昔はもうちょっとこの若葉台駅最終も遅かったんじゃないかと思うんですが、なんかまた最近流行ってきているとかいう話を聞きましたけれども、コロナの影響を感じずにはいられません。そして新宿を出発すると次の停車駅は初台です。あれ笹塚じゃないの？思っている方もねいるかもしれませんが、それは京王線の話。都営新宿線と直通運転を行っているこの京王新線は途中初台とそれから幡ヶ谷にも追加で止まります。もともと京王線と都営新宿線が直通運転を始める前は、現在の京王線に幡ヶ谷とそれから初台の駅があって、2つの駅に電車が止まっていたんですが、ただ都営新宿線との直通運転を始めるにあたって、この今到着した笹塚と新宿の間に新しい都営新宿線直通列車用の京王線を作るということになった時に、初台と幡ヶ谷の駅をそちらに移すということになりました。そこで現在の京王線の初台幡ヶ谷の2駅は廃止され、代わりに東映新宿線直通列車が走行する新しい京王線、まあ、これが京王新線に相当するわけですけれども、この京王新線に初台と幡ヶ谷の駅が、まあ、いわば移ってきたわけです。そして電車はこの笹塚の駅でしばらくの間停車、京王線の新宿からやってくる最終の特急京王八王子行きの待ち合わせをします。ここから先、まあ、調布とかですね、それからまあ高畑不動とか成績桜ヶ丘八王子方面に急ぐお客さんは特急に乗り換えということになります。
お隣のホームには京王線新宿0時18分発最終の特急京王八王子駅が到着です。こちら途中の高畑不動から先は普通電車となって終点の京王八王子まで各駅に停まります。この京王7000系は今年でデビュー40周年ということで、前面の貫通扉にも7000系40周年を追いこの電車そんなに古いのかって感じですけど、まあ確かにね、内装は大きくリニューアルされているとはいえ、しかし前面や側面の種別、行き先の表示は未だにくるくる回るタイプの幕だし、また、まあ、これね、昔の電車と結構あるあるなんですけれども、この側面にこう横じわみたいなのがついてるじゃないですか。これ昔電車を製造するときにはよくついていたシワらしいんですけれども、コルゲートというんですが、まあ、それが今でも普通に残っているということで、まあ、結構こういうところで古さを感じられるんじゃないかなというふうに僕は思います。あ、でも後ろの電車は後ろ側の車両はこれはフルカラー LED になっているみたいですね。こういう外装のリニューアルというのも最近ではよく進んでいるようです。この笹塚で各駅停車から特急に乗り移ったお客さんも多くいました。まあ、新宿でわざわざこう京王線の始発に乗り換えるよりはね、ここの笹塚で対面で乗り換えてしまった方が楽だからということ で、ここでね、この僕が乗っている若葉台駅各駅停車から特急に乗り移ったお客さんというのがたくさんいて、まあ、それでちょっと乗車率も下がりましたけれども、しかし依然としてまだまだ車内にはそれなりにお客さんが乗っています。そして次の停車駅大田橋を過ぎると、今度は絶賛工事中の主要駅明大前に到着。この明大前はもともと小田急として運営されていた京王井の頭線との乗り換え駅です。京王線は馬車軌道1372ミリの機関幅となっていますが、一方の京王井の頭線の方は JR 線などと同じ1067ミリの機関幅となっているので、井の頭線とそれ以外の京王線で直通運転をすることはできません。もうほぼ別の鉄道会社みたいな感じになっているんですが、しかし両方とも同じ京王電鉄の路線ということになっています。明大前の次の主要駅はこちらの桜上水です。急行電車も止まります。隣には回送電車が止まっていますが、この桜上水は車両基地が併設されている関係で、東駅止まり、また東駅チャンスの電車が多く設定されています。この電車の後ろにもまだ何本か電車の運転はありますが、それらは全てこの桜上水止まりなので、桜上水よりも西側の各駅へ向かう場合はこの電車が最終となります。その後もなぜか特急停車駅に格上げされた千歳烏山や津々ヶ丘を過ぎ、電車は調布の街中へと入ってきました。この調布の近辺では鉄道の立体交差事業というのが行われておりまして、明大前のあたりではね、線路を高架橋の上に上げる方の立体交差をやっていたんですが、ただこの調布近辺では逆に線路をトンネルの中に潜らせる方の立体交差をやっています。到着したのは国領駅。これ手前側と奥側でそれぞれホームドアがね設けられているんですが、これこのホームドアの色を注目してほしいんですけれども、これ向こう側はピンク色でこちら側は青色ですよね。これ上下線によってそれぞれこのホームドアの色を変えることによって乗り間違いを防止しているんだそうです。新宿方面はピンク、そして調布とか橋本八王子方面は青というように使い分けがなされているらしいですね。ただそれもこの調布ではまたちょっと話が変わります。調布駅は上下2層構造の駅になっているので、乗り間違いをする心配があまりなく、一面2線のホームはそれぞれ同じカラーリングでホームドアの開口部が塗装されています。向こう側のホームはこの先京王線をさらに西へ進んで、高畑不動、京王八王子、高尾山口方面、手前はここから分岐する相模原線のホームです。またこの調布はですね、映画の街ということで、この柱に設けられている縦書きタイプのこの駅名表がちょっとこう映画のフィルムみたいな形に装飾されています。遊び心。桜上水よりも西側ではこの電車が一応最終ということになっていますが、調布より西側の京王線に関してはもうすでに最終電車が行った後、この電車が正真正銘調布駅を出発する最終電車です。もうこの時間帯になると上り新宿方面の電車は全て運転を終了しています。トンネルの中で八王子方面の京王線と分かれ、南に進路を取り、京王相模原線は橋本へ向けて走行していきます。そしてその後すぐに地上へ出ると多摩川を渡って東京都から神奈川県へ。もうこの辺りはですね、もう神奈川県と東京都の都県境がもうとにかくごちゃごちゃになっておりまして、僕も結局どこに走ってるんだかよくわからないんですが、とりあえず一旦ここで多摩川を渡り、東京都から神奈川県川崎市に入りました。川崎市の多分麻生区とか多摩区とかその辺になるんじゃないかなと思いますが、この多摩川を渡って最初に到着する神奈川県の駅は京王稲田堤。
稲田堤という駅がね、南武線でありますが、その南武線の稲田堤駅と一応乗り換えることができるようになっています。しかし、もうすでに時刻は1時近くなっているので、当然南武線の最終列車は終わっており、車内でもこの京王稲田堤に到着するときに乗り換え路線の案内はありませんでした。なお、この京王稲田堤駅はあまり知られてはいませんが、神奈川県内にある全ての鉄道駅の中で最も北に位置しています。だから中央線の相模湖あたりの方が北にありそうですけどね。終点が近づくにつれて当然ですが乗車率はどんどん下がります。僕が乗っている1号車の現在の乗車率はご覧のありさま、 1% から 2% ほどで、ロングシートもガランド。そしてその後も各駅に止まり続け、次は終点の若葉台です。調布から数えて5駅目か6駅目ぐらいですね。さあ、電車は間もなく終点の若葉台に着きます。この若葉台駅は2面4線の構造になっていて、車両基地も併設している大きな駅なんですが、ただ特急などは止まりません。なお、この若葉台駅は一応駅の位置はですね、神奈川県の川崎市ということになっているんですが、ただ駅のすぐ北側に都県境があって、駅の北口の広場は東京都稲城市ということになっています。なので、駅の南口と北口で、自治体どころか、もう所属の県すら違うっていう、結構面白い状態になってるんですね。この間の七夕に、東京都知事選がありましたけれども、あれも南口には都知事選のポスターがないけれども、北口にはあるという、ちょっと面白い状態を見ることができました。駅員さんも降車確認のため、3人ぐらいホームに繰り出しましたね。さあ、深夜1時の若葉台駅に到着です。僕も初めて来ました。いや、若葉台自体はね、何回も通ったことあるんですけど、さすがに若葉台の駅で降りたのは今回が初めて。この若葉台で降りてタクシーを探す人、家路を急ぐ人、そして酔っ払ってこの若葉台まで連行されて絶望に打ちひしがれる人たくさんいますけれども、でもみんなおとなしくちゃんと駅員さんの指示に従って暴れることなく改札口に向かっていたのは、あ、京王の民度って意外といいんだなと思いました。まあ別に京王ユーザーの民度は悪いと思ってましたとかそういうことを言うつもりはないんですけど、でもなんか僕の思ってた以上にこう穏やかな終わり方をしていて、ちょっとそこは驚きましたね。こうなんか昔ながらの広告付きの時計がこう哀愁を誘います。電車の運転はすべて終了しました。駅の発車表としては珍しい、この明朝体のフォントが京王の特徴です。あまり明朝体をこう発車表で使ってる鉄道会社ってないからね。ということで、新宿からの運賃を払って若葉台駅の外に出てきました。この電車が最終ということで、駅の中でもお客さんを誘導する駅員さんがたくさんいます。さて、若葉台駅に到着したはいいんですけれども、時刻はすでに1時を回っています。若葉台駅の周辺は住宅街になっていて、ホテルなどもありません。じゃあどうするのか、選択肢はただ一つ。この若葉台駅の北口はですね、先ほども言った通り、もうここは都県境をまたきまして、東京都の稲城市になります。3、4年前のコロナ禍の最中、県境をまたぐ移動は自粛してくださいとか言われてた時どうしてたんだろうと思いますけどね。本日のお宿はこちら。ホテルベンチプレミア若葉台駅前です。よかった。空いてました。深夜1時を過ぎていますが、ここでようやくチェックイン、本日のお宿にありつくことができました。ということで今回は京王線最強の終電、各駅停車若葉台行き最終電車のご紹介でした。まあ皆さんはですね、この動画の中の僕を反面教師にして、最終電車に乗っている時に目的の駅で降り過ごさないようご注意ください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。